兵庫県内の多くの小中高校で臨時休校が始まった今日、神戸市内の児童館には朝から続々と子どもたちが集まりました。神戸諏訪山児童館では今日から今月14日まで、事前に登録を済ませた小学1年生から3年生までの児童を対象に午前8時半から預かっています。一方、マスクを着用して普段通り登校する児童たち、兵庫県内で唯一臨時休校措置を取らない小野市では、今日も小中学校で通常の授業が実施されました。小野市では近隣の自治体で感染者が出ていないことや保護者の負担を考慮し休校しないと判断、マスクを子ども1人当たり5枚配布し、登下校時や授業中に着用させるほか、こまめな手洗いやアルコール消毒を推奨するなど対策をしています。小野市では保護者が休ませた場合欠席扱いにしないとしていて、今日は市内の小中学生のおよそ 0.7% にあたる29人が休んだということです。